レビット2019土木技術者のためのレビット入門第2章構造物橋梁モデルの作成16。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで分かりやすい動画と解説でお届けしています。お問い合わせは LINE でお受け止まってます。教材ですが、今度はフォームスイープを使います。スイープブレンドでパスを選択し、エッジを選択しましょう。スイープパスを選択で編集モード、修正スイープスイーププロファイルをロードというのがあるので、前回作成したプロファイルをロードしましょう。プロファイルを選択しプロファイルを適用すると、編集終了するとこのような形になります。 3D ビューで形状を確認し、名前をつけて保存をしましょう。LINE アット登録のまだな方はこちらから登録してください。登録特典もございます。登録方法は LINE で検索をして登録してください。問い合わせはこちらでください。いかがでしたでしょうか。ミムシムレッスン TV オンラインはここまでです。スノーオータム。